新しい学生生活を始められることに感謝しつつ、有意義に過ごしていきたいと思います。日本皇室第一美女佳子公主今年四月才刚转学到东京三鹰市的国际基督教大学展开新大学生活。学校在六月中旬收到一封恐吓信，信中扬言要对佳子公主不利。学校警卫立即向皇宫警察以及三鹰警察署通报，男子在十四号下午被日本警方逮捕。逮捕されたのは京都市伏見区に住むインテリアデザイン会社の役員横内元博容疑者です。日本警视厅表示，这名33岁男性嫌犯任职于京都市内设计公司。男嫌将恐吓信投进京都市内的邮筒，还将前同事名片放入其中，企图嫁祸给他。横内容疑者は容疑を認めた上で、元同僚に恨みがあり、陥れてやろうと思ったと供述しているということです。学生生活これから楽しみですか？佳子公主一举一动都备受关注，警视厅表示未来会加强对佳子公主的保护。记者综合报道。